皆様妻にございます。それではこたびも戦国最強の不死鳥始めてまいりましょう。よし、やったー。大地震、機内が飲み込まれたんだが、よかった、うちじゃなくて。先月の終始です。うわ、最高すぎ。さあ表情、この策、罹患の刑な、取れんのかな。まあ脳症のままでいきましょう。光った桃の井フェニックスジュニア、これにて表情を終え。罹患の刑可能なというさ、先方提案が 100% 取れんからこれ無理だわ。親民連帯とか欲しいんだよな。まあしょうがないね、ないものねだりよ。ね、災害系取りに行きたいんだよな。ちょっと考え支援欲しいけど我慢しよう今回は。浪人頼む、弱いの来い。もがみしとき、弱ー熱っ。甘かす、お前は強いだろ。そして芝明直、神クソ雑魚。さて、じゃあ落ち着いたところでまた能力見てみよう。統率、武勇、大崎をしたっか。じゃあまた中性を整えましょう。さあ中性整えました。統率、武勇、知略、内政、外政。これさ、フェニックスまた強くなってるよね。だからさ、中性の管理がすごく楽になってきてる。青でもフェニックスに届かない人間が結構な数出てきてっから、いや随分楽になったわこれ。いやーよかった。何はなくとも南部相手にものすごく捨てよかったわと。本当にすごくいいタイミング攻撃できたよね。じゃあ内政をガンガン進めていきましょう。いやでも持つべきものは大義名分だってね、気づいてしまったわ。ついに大義名分だわ。勝因はこれね、間違いない 100% 大義名分のおかげで勝ったわ。もうこれからガンガン使っていこう大義名分。さあじゃあまたしばらく送っていきましょう。いやーマジで勝ってよかった。さあ武田と三好、信玄、おお三好勝った。信玄の勢いやばいでしょ。さあ今川と三好がここで講和。ああ三好今川からも攻められてたんじゃない。でも今川って確かさ、トーチトラップに引っかかってさ、そうだよね、今ね領土自体は全然広げられてないよね。勝ち目ないもん3000の7000なんて。でも愚直に今川も統治に向かってただただ兵を減らしてる状況ですね今ね。統治だからそうやって考えるとすごいよな。さあ再び三好と、お不死身の鬼身のババミンブ。あ三好勝った、引田城取り返しそうだね。三好もやるじゃん。てか調査が今攻めてなかった。いやこれ三好積んだんじゃねえか。ね、武田と調査壁に挟み撃ちにされてるわ。はあ、なるほど。三好も風前灯火か。南部となんですけれども、すでに宣戦布告可能になってるんですよ。ただ、ああ、どうなんだろう。今行っちゃうのがいいのかな。ね、今宣戦布告しても結局交戦するのは秋を超えるだろうから今行っちゃおっか。そうしましょう、南部に宣戦布告します。確保しろ。容赦はせぬぞ。助立ちいたす。お米ください、たくさんください。2万7千ずいぶんくれたな。でだ、まず狙うのは角の盾、2万1000の1万8000か。ここにしようか、格の盾。3万の兵でもって、向かいましょう。出陣せよ。さあ、どうなるかな。で、そうだ、大義名分。あ、まずい、論議ポイントが足りん。けど、7月だ、翌月、表情があるから、そこで論議ポイント取ればいいよね。さあ、で、表情なんですけれども、まあ、ノーロンで、行きましょう。光れ、光った。ほんま。なんかみんな対名ポイントな。対名ポイント余ってんだよね。だからジュニア、神保で行きましょう、今回は。これにて表情を終える。竹束、取ろうか。
まあ、以上で。ご命令ください。で、これで大義名分が、撃てるようになってね。撃っちゃおうか。一発。この志し必ずやこれ大事よ。さあ、戦意はマックスですね。これ、どう動くんだろう ?4 万1000だって。結構多いよね。まあ、ひとまず内政して進めていきましょうか。くん、あ、来てるね、やっぱりね。さあ、今川が、どこに向かう?三好。ここはね、今川さん、お味方しますよ。来たね。となると、角の盾で、2万2000と1万8000で激突。まあまあまあ、全然悪くないよね。さあ、角の盾、まずは取り付き。包囲で、53日。で、すぐに、南部春政が、来ない。え?なんだこれ?交渉できんじゃん、もしかして。交渉はできないのか。そうか、じゃあ、このまま、包囲しますか?なんだ?じゃあ、このまま進めていきましょう。いや、でもなんか出てきそうな気するな。信玄が吠える、風林火山。武田勢い凄まじいからな。あ、やっぱ来たね。42,800。当然、間に合うよね。まあまあまあ。いいんじゃない?それはそれで。さあ、南部が吠える。必ずや果たして馬術超越。これはでも速度アップだけだから、そんなに怖くはないよね。おい、やめろ、凶作は。凶作は、兵糧、3万入ってないんだけど。マジか。それは、ちょっと、困るな。困るとか、そういう、生優しい困り方じゃなく困るな。さあ、整えました。じゃあ、行きますか。あ、なんだこれ。決して出てこん、南部春馬さん。わけがわからん。落ちました。やりました。じゃあ、横手城は、完全に孤立無援の状態だから、労せずして取れるよね、ここはね。なんなんだこれ。っていうのは、まあ、南の軍でもって、行きゃいいか。あー、でもな。集めて移動させていく米がもったいないから、フェニックスにこのまま行かせよう。遅れを取るな。さっぱり意味がわからん。まあ、すぐ取り付くよね。で、ここも包囲で、68日。いや、秋が来たばっかりだからさ、兵糧が尽きたのも考えられないし、一体何が狙いなのか、さっぱりわからん。そして将軍が吠える。征伐だっけ、これ。征伐。かっこいいな、これね。フィールドのやつね。報告します。使いの者が来たようです。交渉の申し出、心中怖っ。ぐーんば、38,500? うわ、38,500 か。うわー、いただきます。財に目がくらんでしまった。だって38,000やばいでしょ。いや、びっくりした。これ、馬売れたらいいのにな。でだ、前線を、やっぱり準検所で固めよう。ここ多分、この鉄砲火事を潰すと、ここまで準検所届くんだけど、この僕が作った準検所を、そのまま使われちゃってんだよね。だから、ここに作ってもしょうがないんじゃないかな。ああ、まあ、ここは火事村のまんまでいいような気がする。戦うなら、特攻だよね。特攻でもって押しつぶしたい。さあ、ここで武田と山名が講和。そして武田がすぐに動く。三好だ。まあ、武田に行きましょう。武田さん。北条って生きてください。病には。三好長慶がここで死んだ。うわ、痛えぞ、これは三好。あ、実久が後継いだわ。報告します。実久は優秀だよね、すごくね。面白。さあ、表情。今回は、脳症で行きましょう。光れ。光らず、フェニックス、ジュニア、青田。これにて表情を終える。証券支援、行っとこうか。以上。お、浪人、頼む。来い。
谷ヶ島でいいのかな、直家。強いな。大宝寺、吉氏。これは、これ、いけるんじゃないか？なあ、大宝寺さんよ。チェック。統率。あ、強え、こいつ。70あんだけど、ブユ。いや、まだ、でも、赤まで追い込めなんとかなるかもしんないな。じゃあ、大宝寺には、一等級のゲート、行きましょうか。ほら、くれてやるよ。匂いを嗅いだか？ならば返してもらおう。口惜しきことよ。で、これで、統率。いいね。あー、武勇上回ってるわ。そうかー。じゃあダメだ。大宝寺。大宝寺にセイグッバイ。すまんな。お主にうちに使える権利はない。口惜しきことよ。南部とはまだ宣戦布告できないよね。あ、できる。できるならやっちゃうか。そうしよう。宣戦布告します。こうなったら、容赦は今川さん。助立いたす。あれ？武田は？え、待って。なんで？武田が支援してくんなかったんだけど。貴様。いや、貴様とは言っても、抗う力は全くないんだけどね。いや。なんだ、意外と余裕ないのか、武田もしかして。え、まさかね。まさかそんなことはないよね。終始、武田。いや、全然余裕あんじゃん。じゃ、なんで支援してくんなかったし。なんだこれは、本当に。よくわからん。包囲網中だからだ、そういうことなのかな。まあ、そんな話はさておき、兵を動かしましょうか。まあ、ぶつかるのは、あ、特攻って、南部有利なのか。まいったな、それは。準検証潰して回るか、じゃあ。ここ、ここ、ここってね。がいいよね、きっとね。じゃあ、まずはこの、これなんて言うんだろうね。五城目っていうのかな？それ、まさか五条目じゃないよね。ここ、行きます。で、ここはこんなに兵出す必要ないでしょ。じゃあ、国分隊3000に、各地の準検証の破壊を任せましょう。人生を。で、横手城に兵を出します。ここは城門4だよね。なので、まあ、1万、2000でもってすれば十分すぎるじゃないかな。一応1万4000出しとくか。念には念を入れて。行きましょう。あ、戦予想だ。まあ、戦予想だったら戦予想で。構わないよね。出陣せよ。すまへん。で、もう一軍動かそうか。準検証破壊に。じゃあ、この二部隊。やっぱり5000でもって、ここの準検証潰しに行きます。進むのだ！大義名分打ってないけど、戦意マックスだから、問題ないよね。さあ、激突、揺るがすでしょう。采配次第なんだ。いや、揺るがないと思うよ。勝てばよし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 。それが戦よ。かけてみるもんだ。で、取り付き、強行でもって、61日かかるのか、それとも。いや、でもここは強行でしょう。交渉できんかな。で、準検証は、破壊できてるね。お志。南部が吠える。必ずや果たしてみせよう。おっと。おい。行こうか。それは聞いてねえぞ。それはダメよ、そんなことしちゃね。行くぞ。こうついてみる。進め。いや、これでもちょっとリスキーにも程がある。行くぞ。いや、まさか動いてくるとは思わなかったわ。じゃあ、一回引こう。で、行こうか。なんだこれ。これで行かせてくんないかな。進むのだ！お願いします。で、フェニックスのとこ、交渉は？あ、出てるね。交渉しよう。よし。で、あとはこの辺の準検証だね。行きます。来んなよ、来んなよ。よし。それでいい。手を打とう。いざ参ろうか。おーい、ちょっとやめて。そんなに。いざ参ろうか。怖いなぁ。朝信玄と、アマゴだ、激突。信玄、強え。ちょっと、カメラが。おぉ、すごいね、ここ。黒田官兵衛、真田正幸。これまた、後ろにも真田がいるね。で、鹿之助、有名人ばっかりなんだが。官兵衛。あ、交渉。まあ、ここは、平田に任せようか。久野辺正実。さて、
全面解放 76%。これでいいでしょ。よしよし。この戦。やりました。我らの勝ち。では、フェニックスは、部分入場しよう。フェニックスを入れてしまいます。で、残りは、騎乗で。さあ、また一つ進んだよ。来んなよ、来んなよ、来んなよ。頼むから来んなよ。さあ、ババミンブと村上劇突。後ろには逃げ団長、高坂もいるね。すげえな、武田。っていうか、ジリオンか、武田。お!そして、山名に行く、この余裕。やべえな、武田。ねえ。ちょっと、米ありすぎでは。来んな、来んな、来んな。さあ、ババミンブと、山名助とよ、激突。あ、山名ってもう滅亡寸前なんだ。そりゃあ、ババでしょう。えれえことだったな。そして、西日本を、台風が直撃。武田が天佑をも得てしまうと。恐ろしい。報告します。お前が天下人だ。ベジータみたいになっちゃう。さあ、表情。まあ、脳症のままで行きましょうか。イロベ、アオタ、モモノイ。これにて表情を。ああ、いろいろ光ったね。あ、来た。どうしようかな。耐震補修で行こう。西洋医学は、農業が80ポイントか。じゃあ、これにしよっかな。これ、買い立て牛だっけ。買い立て牛か。あ、早ごにすっか。そうしよう。騎馬突撃訓練とかも欲しいけどね。統制不足は取れないんだよね。そう、統率が8位じゃないからね。悲しい。じゃあまあ、進めていきましょう。まずは、準権社会だね。来んなよ、来んなよ。頼むから来んなよ。赤い。で、お上が、ここに行く。出陣しよう。頼む、頼む。よし。忖度してくれたぞ、南部が。ありがとう。では、参りましょう。風林火山。さあ、武田吠える。風林火山いいな。見せてやろう。さあ、準決勝壊れろ。来んな来んな来んな。ちょ、怖い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 。よし、破壊したね。それでは、あ、しまった、横手。整えてなかったわ、軍備。いや、でも、行ってみよう。特攻、4000の差ができてるね。いや、もう今月終わるから、そこで動くことにしよう。さあ、武田包囲もここで収束。秋、米を増えよ。豊作だ!やったー!豊作 !7 万でけえ!ご命令ください。7万はでけえ!ありがたし。意図ありがたし。じゃあ、軍備を整え、いきますか。いよいよ台南部とも最終局面になってきたね。で、武将の移動だね。しましょう。それじゃあ、進めましょう。滅んだのは山名、ついに支えきれなくなっちゃったね。武田すごいわ。で、ここでじゃあ我らも動けますか。特攻に向け、26,400。でもって、特攻に向かいましょう。出陣せよ。これ、小柳川はどう動くだろうね。それがちょっと気になるよね。では、参ります。あ、引いたか。なるほどね。引いたか。だったら、おかみ隊をさ、このあたり向けたいような気がしないでもないけど、でも、ここで殲滅するっていうのが今すごく大事だから、おかみ隊、騎乗しよう、ここは。で、このあたり、準検証もないから、上限完全にこっちだよね。行こう。さあ、大事な戦よ。報告いたします。九戸3万7千か。これより、表情を行う。今回は、農軍で行きましょう。引かれ。大崎。フェニックス。本間。いや、フェニックスじゃなくて、神保で行こう。これにて表情を終え。灌漑支援。いやーでも、西洋医学、一応欲しいから、ま、今回も、見送りかな。ゲチオ。さあ、九戸、行くぞ!さあ、激突。勝敗の行方は分からず、行きましょう。2万の1万6000。これ、4000の差ってどうなんだろうね。いや、普通に考えたらさ、4000の差あったら余裕なんだけど、いかんせんフェニックスだからな。よし、じゃあ、今回はどうやっていこうかな。相手方にも呪し立つと思うから、
のろし、あー、立てられるのここだけか。ここだとすぐ破壊されちゃいそうだね。だから、ドラかな。ドラ。沼置けないな、あんまりね。奈落は置ける。ちょっと罠がドラに近すぎる気がするけど、まあ、寄って戦うっていう感じで、やっていきましょうか。それでは、参ります。特攻の戦い、頑張ろう。さあ来たぞ。敵の居所、奇襲もう来てるのか。さすが南部騎馬隊、うつめびにかかる。ちょっと待って、下るな。一旦引くぞ。回想した。あ、でも回想でよかったわ。あの完全寝返りじゃなかったね。それは助かった。覚悟せよ。けど士気が大きく下がったの、これね。大きく劣勢に持ってかれたね。奈落にかかる柿崎、これ強気持っていきたいな。なんかね、ギューって絞ってさ、あっちこっち向いてるよね。なんなんこれ。ちゃんと布陣できてないんだけど、被害ばっかり出る長澤隊。しかも士気がバカみたいに下がってる。激励乗るね。突撃が良かったけど、まあしょうがないか。ちゃんと向いてくんないんだよな、この人ら。ねえ、なんだフェニックス、危ないな、これ引くべきなの少し。で、大石隊が入ってくる。で、島津隊が上がってこよう。味方同士が踏ん詰まりになってるのこれ、きっと。あ、まずい、フェニックス、これ落ちるぞ、そのまんま。いやー、フェニックス、ちゃー、まずったな。味方を一箇所に集めすぎたね、これきっとね。いや、不幸中の幸いは、壊滅したのがフェニックスだけだったから、小国に敗北なんだ。へえ。だから、兵を減らしきらなかったことは幸いっちゃ幸いなんだけど、いやー、でも、お味方が捕らえられた。おい、下るな。いやー、いってー、この敗北。これ、くのへ来るでしょ。来なかった。さあ、吉本が、足利に行った。まあ当然今側につきましょう。婿殿だからね。報告いたします。これご命令ください。いやー、どうすべきだ。じゃ今のでさ、ま、勝てないって分かっちゃった感あんだよね。あれ多分4000じゃ話にならんわ。大義名分乗ってても士気が全然下がりまくってたな。ちょっともう一発大義名分入れるか。入れるね。大義名分入れて、まあ、士気を上げよう、戦よ。いや、でもさ、寝返りでもって、戦線を向こうに持ってかれたっつのまた、士気がくじかれる一つの要因だったんだろうけど、これ、ここはちょっと一発壊しとくか、南部と。一気怖いもんね。いやー。なんか、すごくショックだわ。今の戦負けたの。かしこまった。いやー、でももっと、やりよう、あったんだろうな、きっと。あれぐらい勝たなきゃ話にならんよね、きっとね。いやー、負けが、すげえなんか、重くのしかかってくるわ。負けたというその事実が。そうかー。行きましょう。しかも今の X ね。おお。敵が迫っております。そうきたか。待って。ここでぶつかれないか、この田山の地で。もしくはこの荒沢。ここはないわ。雫石まで引きつけるんだったらまだしも。いや、田山でぶつかりたい。っていうのは、集結地点を雫石にして、近場から集めればなんとかなるか。この4軍。2万3000で持って向かえば、田山でぶつかれる。これだ。進むのです。で、ここで殲滅してしまえば、相当熱いことになるんじゃないの？これ、待って。じゃあ、こうはしたくないんだけど、こうは取り消しできないかな。行こう。でもさ、これさ、つまりは、南部が攻めてくるのはここってことだよね。これだから、今、こうはがなったとしたら、南部が先端開くのを待って、攻めてくるのを待って、ここで叩いて一気に反撃っていうパターンが、
いいような気がする。頼む、講話。いやー、なったかー。講話なっちゃったかー。そうか。まあ、でも、わかった。だから、次は、うちから宣戦布告するんじゃなくて、向こうからの宣戦布告を待ちましょう。で、田山の地で叩く。これでいいでしょ。さあ、ということで、いっぱい地にまみれしまいました。やっぱでも、ああいう有利な戦場で、ああいう敗戦を喫してしまうと、まだまだ己の実力不足を痛感しますね。ただし、一筋の光は見えたのではないでしょうか。といったところで、今宵はここまでにいたしとうございます。この動画楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。